着きました。インパソン見えてきました。ここですね、わ、海の目の前です。わー、いいね。目の前が海のホテルです。旅館というのかな。わー、いいね。よろしくお願いします。わー、目の前が海の、綺麗ですね。お相撲の、お相撲のね、メモとあやとり君を必死に書いてます。すごいですね。7月21日金曜日です。明日こちらに行きますよ、名古屋場所。書いてます。どうなったかを全部書いてます。どうですか？はい、まだです。はい、入ってください。大好き。なんであれ美味しいの？なんであれ好きなの？水風呂あるかな？え？水風呂あるかな？はぁ、
好きです。私ちょっと今裸もなのでちょっとお見せできないですけど、いいですね。そして川風呂もあります。川風呂気持ちいいね。そこからお風呂から山の景色も見えるんです。あー、いい景色ですね。海の横の露天風呂最高です。ですね。そしてここが男湯と女湯に分かれていて、私は先ほど女湯に行きました。いつでもエレベーターの上に各種浴衣のサイズがあります。私はショーでした。すごい気に入った。すごい素敵。これは宴会場なんです。海ホタルの方に、海ホタルの方に行くんだ。あ、気持ちいい。あら、カメラマンさん、おくつろぎ中です。どうですか今日一日お疲れ様でしたね。昨日アメリカから着いて、今日はずっと運転してたんでね、お疲れ様でした。ちょっとね。卵入りみかんのこういうのがいい。あ、こういうのいいね。これ美味しそうじゃん。あ、塩吹き。これ美味しそうだよ。卵入りみかん、焦がしバター、ワッフルクッキー。それ美味しいと思う。これちょっと。飲み物綺麗これ。私ね、ボストンのさ、ボストンのアンティークショップでさ、こういうの売ってて、で、この間買ったやっぱりここってあの将棋のあれがあるんだよ。でしょ？でしょ？中原誠とかさ、だからさっきおっしゃってたもん。スーパーさん、その時にさ、ちょっと待って。すごいすごいすごい。ね、だからやっぱりさっき藤井聡太さんがどうのこうのとおっしゃってたもん。岡崎とかさ、私たちが今見てるさ、どうする家康のさ、やっぱりね、これ家康、岡崎とか出てくるじゃない。
紫陽花。すいません。すいません。今日はご案内させていただきます。ありがとうございます。何番だもうご飯に来てる。どこに誰が座ろうか。好きなとこ座って。そう。失礼いたします。はい、本日はご担当させていただきますので、すいません。よろしくお願いいたします。どうぞ。ちょっと服装が合ってないんですけど。あの向かいの建物の3階に洋食のレストランが、中継店に青って。はい、今そこでもともと仕事を。あ、そうなんですか。ちょっと訳あって今日はこちらに来させていただきます。あっちも泊まってる方が行けるところなんですか。はい、本日も言葉に泊まってる方はディナーを召し上がりいただきますけど、訳あってさせていただきます。いろいろ対応するので左下にお品書きがございます。そちらのメニューを取ってはい、冷やし茶碗蒸しでございまして、こちらは宮崎でございます。これですか。はい、冷やし茶碗蒸しだって。皆様の手元にございますのが食前酒で、梅酒をご用意しております。梅酒で、はい、そしてこの冷やし茶碗蒸しだそうです。美味しそう。あ、そうですね、梅酒です。そしてこの冷やし茶碗蒸しだそうです。美味しそう。いいですね。湿気ロマンいいんじゃないですか。じゃあそれ一応うん、じゃあ少しお時間をいただきます。開けないじゃんね。火が消えるまで開けない。あ、本当だ、動いてる動いてる。新鮮マジマジか。できたら写真撮る。マジか。おいしそう。これほおずきだよ。硬い、カリッと、カリッとすごいね、これは。もうちょっとこう、冷たい茶碗蒸しだって、ちょっとね、これをいただいております。お料理に合いますね。一人で一人、ちょっと驚き、ちょっと見たことない。一人で一人だと思ったら一人一皿だそうです。すごいですね。失礼いたします。はい、ですか。ここがマグロ、マグロの上が、マグロの上がヒラメでございます。ヒラメ、マダカ、マダカ、鳥がいい、アオサの煮こごりでございます。アオサの煮こごり、わかりました。よく右下にございます。お醤油とお塩でございますが、そうですね、お塩、特別なお塩でございまして、淡雪塩というお塩でございます。はい、本当サラサラだ。米粉を合わせたお塩でございます。え、何？米粉を合わせたお塩でございます。はい、塩味が控えめなのが特徴でございます。こちらのお塩にはぜひエビとマダカ、ヒラメ、この3つをですね、お塩でお召し上がりいただくことをお勧めします。すごいですね、このお刺身が新鮮で。だけど、全部食べれるんじゃなくて。でもやっぱり、すりたての。どうですか、伊勢。これ、あれでしょう。めちゃくちゃ美味しい。一匹、一尾からこれだけしか写真撮れないでしょ。多分そうですね。すごいな。鳥はすごい。あのね、伊勢エビが柔らかいね、この。もっとさ、コリコリしてたじゃん、昔。でも、美味しい。美味しい。塩で食べるの。美味しい、この伊勢エビ。伊勢エビ、美味しい。え、どうですか、カメラマンさん。いや、こっちの方がちょっとコリコリしてる、ロースタイル。あー、なるほど。こっちの方が美味しいだよ。嬉しいよ。息子ちゃんは、わさびを削っております。生わさびだからね、これすごいよね。生わさび初めて食べた。この伊勢エビです。伊勢エビはね、この
川雪のお塩が美味しいぞ。いただきます。ご飯欲しくなる味やな。ああ、おいしいです。こっちなんですね。ロブスターよりもやっぱり柔らかいし、どっちかっていうと甘エビっぽい雰囲気が入ってますね。ロブスターに甘エビっぽいのがないから。伊勢エビがうまいです。どう？エビ美味しい。本当？伊勢エビ、やっぱ違う？美味しい。こんなん食べたことないわ。私たちさ、伊勢行った時食べたけど、食べたけど、あそこよりこの方が美味しいね。美味しい。県のあの伊勢エビより、伊勢エビ食べたからね、やっぱこっちの方が美味しいんだね。これ身が入ってるの？入ってる。水吸ってます、マジで。このね、氷の、氷のお皿がすごい。氷のお皿っていうのがすごいね。ほら、ここ、糸どこが作ってあるの。ほんとだ。糸どこ見せて、すごいね。これ、もう一回見せて。これ、糸どこだ。すごい、これ。そのまま、でも西、こっちにじゃあ、来てください。わー、どうです？おいしい。ねー、びっくりでしょ？柔らかくて美味しくて。うわー。ねー。どうなんでしょう？びっくりよね。ふわふわ。ね。こんなんですか、アビって。硬いアワビと全然違うんですね。うん、いつまでもお口の中に入れておきたい。すごいね、上手の腹に。上手な表現ですね。他の方でも1枚なんだ。あ、めちゃくちゃ美味しい。2枚初めて、当たり。もうそのままでもいいし、そっちにソースをつけてもいいし、バターつけてもいいし。わあ、どうです？おいしい。ね、びっくりでしょ。柔らかくて美味しくて、ね、ふわでしょ。びっくりよね。ふわふわ。ミンゴロク今その、うん、いつまでもお口の中に入れておきたいの。それぐらいの美味しい、うん、このアワビです。ロブシャンみたいなやつが。続きまして和牛のベーシャルサラダでございます。サラダお肉が少し赤みがかっておりますが、こちら旨味の特徴ですので、ぜひ、私にカニが入ってるよ。すごい。カニ入ってるよ。
さ、フランスの料理を食べた時にレンゲのあれをさ、ちっちゃい頃にペロペロペロって食べちゃったのすごい綺麗な、綺麗にほらちょっと薄い髪を真ん中に引いて、ね、水じゃない、綺麗、すごい綺麗なんで、もうね、桃のムースからいただきたい、桃のムース、この貸し切り風呂のお星さんの方っていうのはちっちゃいお風呂だけど、あのソファーがついてるっていうのをお願いいたしました。気持ちいいです、最高だね、ありがとうございます、バイバイどうですか、お湯は良かったです、外にあの、はい、海の上の景色が映ってます、はい、どうぞごゆっくり、って書いてあったんですけど、本当に海水浴できるんだわ、もうすぐここから海に行けるんですね、わあ、ここに泳ぐこともできます、天気がいいですね、中原さんです、銀パソで将棋の対局、こんなたくさんあります、中原名人です、
ね。すごいね。勝利にゆかりのある金パソでしたね。驚き驚き。久しぶりですけど、二人。うん。ねえ、なんか南国って感じよね。夏って感じだね。なんか宮崎。そうね。宮崎ってこういうヤシが多いんでしょ。そう。なんか港と山っていうかさ、こっちは山とが見えて島なのかな。あ、岬だね。半島が見えてるんだ。岡崎城が見えてきました。あ、見えなくなりました。葵の御紋がついてます。撮ってます。見える。あ、見えましたね。チラチラチラっとね、チラ見えなんだよね。あの松の中からさ、チラ見えなんだよ。またちょっとね、名古屋城と違った。素敵な。黒と白でさ、すごいね。なんかこうキリッとしてる感じね。でも上にちゃんとやっぱりあの社長子があります。大河ドラマ館、ロースリーエース見てますよ。ロースリーエース見てますからね。岡崎城を見るとちょっとグッとくるものがありますね。岡崎城の近くの本人にポスターがあります。ロースリーエース。そしてここに徳川家康公生誕の地岡崎市と書いてあります。見てますよ、ロースリーエース。いただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。 See you next time. バイバイ。